来週の音侍。イエーイ。はい、先週はね、はい、2人で撮ってもらったということで、はい、まあ、同じ日に撮ってるんですけど、はい、そうですね。どうでした？まあ、いけましたね。おらんくても大丈夫。なんか普通にいけた。あ、そうなんや、うん、全然盛り上がった、うんうん、途中でなんか恋しくなるかなとか思ったけどならず。どんな話してたん？でもメール読まへんかったんやろ。メールもね、読む暇ないぐらい、ね、うん、読む暇ないぐらい、もう、そう、うん、寂しい。どうやったこの1週間みたいなのだけで終わった。もう、ありすぎて、いろいろすごいや、うん、しかも1個言い忘れたし俺。確かに、うん、どんな話してたの？先週聞いてるか、視聴者。うん、うん、高校の元カノとの目に行った話とか。はい、出た。まあ、長崎さんと知った話とか。飯行った話。まあ、俺とベテランチで撮影、何のかは言えへんけど、うん、うん、行ったね。うん、そうですね。もう言えるんかも、もしかしたら。もう分からん、それはちょっと、ね、うん、はい。で、あの、前回、先週のね、第10回に続きまして、うん、今回は、あの、トアが終電があるので、はい、はい。あと40分ぐらいで帰ってしまいます。そうですね。面白いな、この。ドキドキ。ちょっとした。いっぱい爪痕残せよ。この40分で。ああ、スマホにそんなんしてる。スマホを引っかこうとして。かわいい。説明ありきのお笑いしちゃって。やったりましたわ、そうですね。うん。ほんまだって、トアだけ画面外で、動きでボケてるもんね、いつも。なんか。なんか、なんかやってみた方がいいかなっていう。別の種類のお笑いを。線でいいのに。うん。マジで、でもラジオで意外とあんまないかもな。うん。うん。動きのお笑いやってる。うん、動きのお笑いしても伝わらんてっていうツッコミ、うん、聞いたことない。確かにない。しょうもないからな。しょうもなすぎて。うん。いやいやいや。ありがとうで。立派なお笑いですよ。うん。立派な、うんうん。千葉帰って何せなあかんと。だから編集の続き。そうか。とあとやっぱベッドで寝たい。自分の住み慣れた。食べたくがなぁ。いやいや、寝れるよ、俺んちなんて、めっちゃちゃんと。ほぼ床みたいな寝袋しかないのよな、壁たくって。うん。まあ、極厚マットレスみたいなのがあれば。あるけどね。そうな。出してないだけで。まあまあまあ、でもやっぱ自分の家に。壁家の睡眠環境を上げるっていうのは結構大事かもしれん。うん。確かに。あと、電気を買うっていう。出た、うん。あ、そうや。はいはいはい。そうね。うん、買いましょう。てか、でもさ、壁ちゃんって引っ越す予定あるの？ないよ今んとこ、うん、でも今さ来週の方もあってさ、うん、仕事もしてたらさ、うん、収入的にはさ、うん、もうちょいいいとこ住もうと思ったら多分住めるやん。いや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 、そんなことないで、ね、きつい、うん、うん、てかまあめんどくさいっすよね、うん、引っ越し自体が。引っ越しなんかしたくない、うん、そうやな。まあ俺らもルーティンになってるしな、この壁ちゃん家で撮るっていうのが。うんうん、だから最寄り変わったりしたらちょっとなんか辛いよな。うん、そうっすね。なんか沿線であってほしい俺は、うん、その、うん、そうやな、千葉から一本で来れるってのが強みですから、うん、そうやね、まあそうですね。引っ越したいとこはないんやね、うん、ないね。なんで？え、普通ここ住んでたら引っ越したいで。うん、うん、狭きたないねんから。ええねや、あんまないねや。ないな。まあまあまあ、でっかくなったってしゃあないからな。そうっすよね。うん、だってやらしい話、それこそ女の子来るとかなってさ、うん、ええんや、いい格好したいみたいな、モテ部屋みたいな。ない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 。逆にね、リアルな方がいいみたいなとこありますよね。うん、うん、そう、狭汚い方がいい、いいやろ。うん、確かに狭汚い方がエロいわ。うん、え、トアって今どんな部屋住んでんの？白綺麗。え、結構広い？千葉やから。まあ広、白綺麗ですね。なんでその城をしてくんねん。でも城基調としてるんで。でも行ったことないよな俺ら。ない。あと新築。ルームツアーやろっか、トアの家の。やりたいな、できんやったら。もう全然いいっすけど、なんもないっすけどね、うん、でも千葉に来るそのメリットはないですよ。そうね、うん、ないね。なんもないもんだって、うん、俺の家の付近なんて。いやだからその動画にできるから。まあまあ前から俺と千葉を観光するっていう、うんうん、俺のそれはあるよ、うん、俺の千葉ルーティンをみんなで回るとかやったら全然いいですけど。めっちゃええな。めっちゃいいやん。紹介できるし、俺がお世話になってるお店とかも。あ、どういうとこ紹介してくれんのそれ。えい、いろいろ。例えば、いろんなジャンル。いろんなジャンル、うん、あんの。飯屋はそれあるんやろうけど。飯屋もあるし、コンビニ。どこでもあるよ。コンビニとか、
まあでも基本飯屋っすね。まあなんか、結構閉じたコミュニティなんで、その千葉大生がよく行く。ああ、ええやん、ええやん、でも千葉大行きつけの。めっちゃいいやん。そうそうそう。やからもう、その、ね、とわくんとわくんみたいな感じで。いや、ロケしようや。やりたい。まあ、ほんま千葉ロケ。千葉でロケできたらもうどこででもロケできんもん。そんなことないやろ。そんなことないやろ。思んないと思いすぎやろ、千葉。うん。いやまあでも何もなさすぎることはないから、ちょうど思んないんかもしれん。まあ確かに。ちょっとなんかあるぐらいやから。うん、ちょうど一番思んないんちゃうかな。千葉が。そこを面白くできたらほんまにもう。いやそうよ。ねえ、使いやすいよ、うん、俺らなんて。確かにでも将来テレビ進出とかも考えたら、いろんなパターンタレントになれるで、うん。ロケできるってなったらね。千葉でロケできたらもう。全然ありっすけどね。とはきっかけでだってほんまに。千葉クソザコ TV みたいなローカル番組から仕事来るかもしれん。ないわ、そんな番組。千葉面白くないローカル TV みたいな番組から。いやいやいや。ないないない。千葉愛してる TV やちゃんとね、千葉テレってありますから。ああ、ええやん、ええやん。千葉テレビ。出たい、千葉テレ、うん。アンジャッシュのあの、白黒。はいはいはい。アンジャッシュみたいな。あれ千葉テレやな。そうです、そうです。めちゃくちゃ低予算の番組、ね。そう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 。この前、ダウ9万さんがね。うん、出てましたね。うんうん。あ、いいな。いや、そうそうそう。あ、いいや。千葉行こう、絶対。いや、全然ぜひ。千葉ロケ、飯屋、飯屋を回る、うん、飯屋しかないやん、飯屋しかない、なんかでもあるやん、なんか地元の八百屋ですとか地元の家具屋さんですとか、うん、地元の雑貨屋さんです、居酒屋さんとか、うん、ああ、うん、まあ味のある喫茶店ですとか、ああ、うん、ないのサンマルク、おお、あ、千葉の悪いとこ出てるわ、うん、サンマルクとかはあんねんな、味のある喫茶店はないな、そうなんや、あ、でもインドカレー屋さんとかありますね、出た、ああ、いいや、うん、それベテランチのエターナルランチで言ってたの、そうそうそう、懐かしの、うーん、千葉大学部の学祭に動画出演してくださいって言われて作った動画、ね、あったね、うん、ありますあります、3軒俺の行きつけがあるんで、え、インドカレーですか、はい、インドカレー1、二郎系ラーメン1、うん、定食1、男すぎやろこいつ。二郎系ラーメン1ロケ行ったらもうそれで終わりやろ。捕獲えへんから。そうですね、確かに、まあ、やがインド、昼インド、昼インド、まあ、夜二郎、一日中、一日ロケですよ、そら、ぎえーだる。いやそう、いやそう、まず二郎食いたくないな、俺無理やねんな、でもあれ小盛りできるから、最近女の人とのお客さんも多いから、麺半分とかもいける、はいはい、じゃあいけぜん、うん、でも俺この前さ、生まれて初めて二郎行って、うん、なんか行きたいって誘われて、友達に、うんうん、一緒に行こうって、うん、でなんか目黒の二郎、目黒二郎、はい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 、結構有名やねん、有名有名、うん、まあ大体並んでんだけど、うんうん、絶対行ったら視聴者おるやろなっていう話だって、その、あ、まあそうっすね、客層が終わってるから二郎って、うんうん、確かに陰キャの男ばっかり来るから、うん、おっさん、はい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 、ドブがね、うん、あの女王ってやっぱり、ああ嬉しかった、いつも見てます、いいよ、かったね、うん、や、ジローとかやっぱり好きなんですか、やっぱり最悪や、何がやっぱりじゃん、仲間意識勝手に、まあでも確かにな、俺千葉で声かけられたことないっすから、え、それすごいな、なんか千葉にね、来週の視聴者いないんじゃないかな、おもろさ分からんのかな、やっぱ千葉さん、いや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 、何やと思ってんの千葉を、レベル低いか、いや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 、え、そうなんや、うん、だからほんまに3人でロケして声かけられたらほんますごいっすよ、だから千葉駅付近とかで歩いてて、うん、なんか学生さんとかに声かけられたら俺が悪いってことになる、まあそうやな、俺のオーラがないってことになる、そうやな、え、声かけられたこと自体はあるもん、なんか東京とかでは、うん、都内では、駅とかではたまに、うん、はい、めっちゃ見つかるけどな、もう今や見つかる、うん、見つかったことないマジで、俺もうほんまほぼその動き回る範囲が千葉の中でしか動き回らへんから、うんうん、ゼロなんすよ千葉どうしたらいい、これ悩みなんすよね、声かけられたい、見た目が普通やからちゃう、どうしたらいいんすか、じゃあ俺はだから目元が特徴的やからさ、やっぱり、まあそうですね、マスクしててもやっぱさ、うん、こんなやつ俺しかおらんなってなるんやね、髪型ボンバーマンやしな、うんそうそれもあるし、そうっすね、うん、俺も挙動不審やからみんな気づいてくれるで、ああ確かに、すぐ分かりましたってよう言われる、めっちゃ猫背やしな、すれ違った瞬間分かりました、うん、猫背がねやっぱり、うん、分かりやすい、俺胸張って歩くからな一人で歩くとき、え、普段必要以上に、うん、必要以上に、なんで堂々と、そうそうそう、風切って肩幅広く見せたいから、え、あのドラえもんのトートバッグをさ、
ダッサイトートバッグをさ、こう持って歩いたら可愛いけどな。可愛いよな。可愛いっすよね。可愛いっすよね。見方ないや。え、でもね、あれ持ってっても全然、なんか浸透してないんかな、千葉に雷獣が。うん、まあそうやな。なんか鎖国みたいなことになってんのかな、中国みたいに。ちょっとじゃあ千葉ロケ行かなあかんか。千葉に、千葉の皆さんに、うん、布教しません、ちょっと、うん、千葉あり、うん、ええー、な、来週かっこ千葉あり。いやそれ、いやほんまにザコイモを紹介するときに言うねん。シェカラシカとか、うん、タノとか、タノでタノより強いぞ千葉は。いやさすがにね、タノさんよりは落花生なし。落花生なし。落花生はない、いらんな落花生。落花生名所って弱いよな。うん、だって千葉の、うん、ほんまに千葉駅付近で多分俺、うん、ずっとおっても多分声かけられる。いやでもほんまにそのおもろさ伝わってないんちゃうか、もしかしたら。そんなことないって。舐めすぎやって。寂しい俺やから。全国各地からメール来てるって。解決ゾロリとか呼んで笑ってるんちゃうか、みんな。終わってる。わぁ、おならで隕石吹っ飛ばした。いや、面白いわ。いや、でもほんまになくて。未だに面白いよ。そうか。増やしていきたいね。増やしていきたい、声かけられるの。でも、バズっていきましょう。うん。うん。俺らが足りてないわ。うん。そうですね。うん。あれなんで口の形変な。いや、変なこと言おうかな。なんだそれ。いろんなのしようかなってお笑い。頑張りましょうよ。うん。頑張りたい。そうですね。だって視聴者6万人、だってそのチャンネル登録者6万人のうちね、100人は千葉いるでしょ。絶対おるって。もっとおるやろ。人口考えろよ。悲しい、普通に。千葉で声かけられても毎日そわそわしてるのに。でもあれちゃう？裏では冷たいっていうのバレてるんちゃう？やべ。うわ。俺とか壁ちゃんは素やから。めちゃくちゃ反対応しっかりしてるからな。ああ。うん。でも俺声かけられたことほぼないから、その反対応もクソもないんすわ。なんか表裏、どうしてんの？でも声かけられた。優しい。優しいです。お前、その、得意の表裏は出てない？まあまあ、表見せて。ああ。基本。あ、ちゃんと表の対応をしてくれる。まあまあ、でもそうやったな。大喜利人たちとかでもな。あ、そうか、来てくれてた。ファンの子と喋ってたもんな。あ、いや、それは普通に嬉しいですよ。そりゃ、うん。だってほぼないもん、俺。その、声かけられるとか、そういうファンとの触れ合いみたいなのがないから。うん、あ、全然俺はほんまに。あ、ごめん、ちょっと今無理やから。あるで。この前もなんかタクシー乗ろうとしてて、うん、声かけられて、うん、ごめん、タクシー乗るからって言って、で、あの、後ろのウィンドウから。いや、まあ、十分ちゃう。あ、大丈夫。だって、まあまあまあ、それはな、タイミングが悪いからな。タクシー乗ろうとしてる時に声かけんといてほしいからな。うん、まあ、なんせとわは声かけたら喜んでくれるというか。うん。てか、その、どっかの駅に俺を放って、俺が声かけられるまでの、ああ、それやろうや。モニタリングみたいなのをしてほしい。とわ、とわが千葉では、知名度ないっていうのをフィーチャーして、うん、千葉のどっかと、うん、そのなんか新宿のどっかで俺を放流して、はいはいはい、あ、やろうやろうやろう、本当に千葉で人気がないのか新宿でも声かけられないのか。そうやな、千葉のローカルスターに育てていこうとは。うんうん、いやだってレペゼン千葉な人いないですよマジで。確かに、あんまり千葉を、おいおい必要がないから、おいおい帰るで、俺帰るで、別にリミットじゃないけどまだ30分あるけど、いつでも帰れるからね。全員東京人ブローとしてんじゃん、やっぱ千葉の人って。あー、まあ、その意識はた多分確かに、ディズニーしかりドイツ村しかり、うん、いやよう言うけど、どっちも東京って次してるしな。うん、てかまあその千葉の人は東京で仕事してるから東京人ぶりたがるし。うん、そうやね、うん、多分。それでもさ、横浜の人はさ、横浜ぶらへんけど。横浜はブランドある。うん、な、横浜ブランドがある、なぜか。なんかな、うん、神奈川住んでる人はやっぱ横浜が強いから横浜って言うけど。そうそうそう、てか横浜ってその名前がかっこいいからちゃいまんの千葉ってなんでかっこいいんやろ。横浜 FM、 うん、そうやな、なんか弱い千葉って。そうやな、千葉 FM の司会者外国人じゃないもん、ね、絶対、うん、横浜のラジオ、ね、なんかおしゃれじゃなさそうやもんな。いや、うん、千葉っておばさんが MC してそうやもん、千葉のラジオって、うん、今日も落花生撮っていくよ誰が聞くねん落花生。今日も落花生のみんなからいっぱい落花生が届いてるから読んでいくよ。いやいや、すべての名刺落花生なる終わっとる。いやでもね、そうやってみたい、一回やりましょう。声かけられたい。うん、うんうん、はい、そうですね。お願いします、お願いします。ちょっと、はい、じゃあちょっと発表あるんですけどいいですか。あれ、はい、あの僕
ちょっと発表ありまして。はい。そう、まあ前回お休みだったんでね。そうですね。ちょっと皆さんに報告したいことがありまして。うん、この前ね、僕、ツイッターで、はい、なんか、大丈夫じゃない奴がおったら、全員 DM してこいみたいなツイートしたんですよ。うん。ほうほう。なんか悩み事とかある奴は全部聞いてるから何でも言えみたいな。うん。ほう。その日なんか機嫌が良くて。うん。そういうツイートして、まあ視聴者とかからいっぱい DM 届いたんですけど、うん。メンタルの調子が悪いので、アナルを掘らせてくださいっていう DM が女性から届きました。はい。何それ。変でしょ。なんで。わからん。え？なんでメンタルの調子悪かったらアナル掘りたいねん。わからん。そういう性癖なんやろな。ド S で。なんかな。なんかドキドキする。なんで。喜んでるやん。え？そう、普通だからその大丈夫じゃない人おったら DM してきてって言って、まあみんなが受験生で辛いですとか、うん、頑張ってますとか、うん、振られちゃいましたとか来て、うん、でまあ来たら俺が塩対応というか。あ、そうとか。頑張れや、とか。うんうん、あんまそれでその親身に頼りすぎても俺が疲れちゃうから。そうっすね。おもろいやんとか送ったんやけど、うん、その人だけ、なんか、すいません、女性で、やりもくなんですけど大丈夫ですか？うん。まあそのツイッターのそのツイートが、うん、あ、お前、とわがお前、面白い顔しちゃってる。歌舞伎の顔なし。もうええて。歌舞伎役者の顔。顔ボケいらんて。あ、たけしや。たけしだった。いい。マジか、うん、はい。ちょっとすいません。で、そのツイートの文面に、やりもくじゃないんで、女の人からの DM 控えてください、みたいな。まあ冗談やね、それは。うん。で、俺はオタクの男のことを助けてあげたいんや、みたいな文章やったんやけど、うん、それに対して、すいません、やりもくの女性なのですが、掘らせてほしいです。そう。もう、勝ちました。すげえなぁ。いつでもいけますもん。え？手に入れた一個。あー。飛び道具。それでもあれなんすか？掘られるだけなんすかね？え？というと？というのは。え？だからその、性行為はしないってことですか？あ、どうなんでしょうね、その人。もう掘りたいだけの人なんですかね？わからんな。その人の性癖はちょっとわかんないです。どっちかによる。どっちかによるんや、それは、うん。どっちもありの方が嬉しいんや。そりゃあね。いや、まあ、そらは、そらそうだけど、うん。だって別に掘られたかはないでしょ。ひとしきり掘られた後にちゃんと普通の。うん。その。いや、それはでもなんか。どうなんすか、ずるなんちゃいます。でも掘られたかはないでしょ。いや、全然別に掘られてもいいよ、俺は。あ、そうなんや。あ、いや、そらだって。まあ、興味なかはないよな。それでそんなさ。興味ないですわ。それでそんなこっちも入れさせてくださいみたいなのは向こうからしたら違うかもしれんくないか、それ。いや、それはそうですけど。でも、ほらでもまあ結構そのどっちもなことは多いんちゃうか？あ、女性的にも。うん、別にだって。どうなんでしょうね。S だって、エッチするでしょ。まあ確かに。ねえ、まあ、その別に掘られたかはないこともないんやったら別にね。それは。そんなん何でもいいよ。俺はちょっとこうちょっとそこはどうする。でも放置されたりとかしたら、掘られて放置、放置プレイみたいな。ええ、いや分からんけど、だって S の女の子やったらさ、うわ、縛って放置とかさ、めっちゃいい、全然めっちゃええの、ありがたき幸せあるんかもよ。うん、でも縛られてる間に写真撮られて売られたりとかする可能性だってあるからね。確かに、それちょっと怖いよね、それおもろいな。まだ見たことない。うん。まだ見たことない流出やな。確かに。ああ、でもなんか、南キャンの山ちゃんが。ええー、そうなんや。縛られて、放置されて、その、写真撮られて、うん、週刊誌に持っていかれたんやけど、うん、週刊誌が、そうやろうなって言って、載せへんかった。あ、確かに南キャンの山ちゃんはそういう性癖ありそうやわって言って、うん、ああ、なるほど、ね。終わったんや。そう。なんら裏切られず、そのそうやろうなって。じゃなかったら話題ならへんもんな、うん、みんな。そっかそっか、そうやろうなって思って終わるから。うん、確かに。すごいっすね、でもそんな DM 来るの、うん、こうやってやっぱ集めていく、いろんな変な人を。俺もね、DM で電動なホールの案件が来ました。ほんまや。それそれ、はい、しこらしていただきました。おお、ですね。どうやった？
ああ、まあまあ、もう案件終わったし、もう仕事したから言いますけど、うん、よかないね。あれ気持ちよくなかった。うん。電動なんですよね。電動なのよ。で、ローション入れて、そう。使うやつでしょ。うん。あれや。よかないんや。え、オナホ自体は使うの初めて？いや。使ったことある。手動はね。はいはいはい。ペンガとか普通に。うんうんうん。使ったことあるけど、うん。あの、電動って、ほんまに何もせんでいいのよ。そっか。その、チンチンに、こう、なんていうの、うん、動いてくれんねん。刺激がね、勝手に刺激がこう。勝手に動いて上下に、うんうん、そこを主軸として、動いてくれるわけよ、うん。なるほど。だからどういうシステムかって言ったら、下に下がっていくときに、オナホがね、うん、下に下がっていくときに、締め付けが強くなるのね。車洗車してる時みたいな感じ、うん、そう。で、うんうんうん、緩めることによって、ほわーって上に戻っていくわけよ。はいはいはい。で、降りて、登って、降りて、登ってっていうのがあって、うん、この振動のパターンがあったりとか、うんうん、この吸い付きのレベルが、を変えれたりとか、するんですけど、うんうん、はい。あの、遅い！ああその一点？うん。ああ。上下が、なるほど。遅いですわ。だからそこはもうほんまに手動はそこ融通効くけど、うん。電動はもうそこの速さが変えられへんから。そう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 。なるほどな。じれっとうて。あー。遅いのと思って。そうなんや。うん。あ、でもそれ、上下に動くっていうパターンなんや。うん。なるほどな。俺も一回ね、実はね、オナホの案件来たことあるんですよ。うん。壁ちゃんにはちょっと話したかもしれんけど。うん。なんか一回来たことあって、ツイッターでオナホ紹介してくださいみたいな。うん、いいですよ、送ってくださいって言って、うん、俺届いて、うん。で、ツイートしたらいくらですみたいな。うん、結構いいお金くれるってなって、うん、で、家届いて、使って。で、気持ちよかって、うん、でも気持ちよかったからもう忘れてて、ツイートしてなくて、あっちゃ、オナホ泥棒やねんけど、今俺は。ああ、よくないな、うん。俺はそれは気持ちよかったよ、でも。普通に。全然違う会社の。多分違うと思う。全然カメちゃんの見たけど商品が違ったから、うん、でも俺のはだからなんかいや商品4パターン送られてきたね。え 4巻の家に。いや違う、どれか1つ。ああそう、俺のやつはなんか電動は電動やねんけど、うん、別に上下とかはない。普通のオナホが振動とえその吸い付くというかえっていう機能だけあって、その動かすのは自分で動かしてくださいっていう。なるほど。そっちの方が良かったなぁ、ね、うん。そうなんちゃうか。うん。だからその内部が自動で動くけど、うん、この全体は手動なんや。うんうんうん、ああ。なんかな、その、うん。でもそれさ、だって上下に動いてるって言うけどさ、その動いてるのをさ、勝手にこっちがさ、この、ぶち置かせばいいんじゃないの。これが、吸引力が、すごいのよ。ああ、おもろ。動かさへん、でへんねや。動かへんねん。うわ。ガッて引っ張らんと。うわ。抜けへんねん。ああ、なるほどな。もう完全電動なんや、だから言ったら。うん、それがアダになって。いや、めっちゃ。あとやっぱその音邪魔やな。うん、ああ。めっちゃ音鳴るんや。ブーっていうのが。アホみたいやもん。聞い散るし、うんうん。なるほどな。うん。なんか何してんねやろって気持ちになるしな。そうやな。だもう AirPods Pro で AV とか見るとかしないともう、没入感が、うんうん。ノイズキャンセルしてもう、相当ブーって言うもんな、あれな。なる。そうなんや。めっちゃすごい音なる。恥ずかしい、ちょっと。恥ずかしい。あ、そうなんや。うん。だからリモコンバイブとか多分バレるんやろうな。うん。あんなでっかい音するってことは。うん、うん、うんうん。それこそ気散るやろうしな。気持ちよないやろうな。いや、その女の人とか。あ、まあ、バイブやったらまだしもやけど、ローターとかね、AV でよう見る、うん、遠隔ローターとか、はい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 、どうなの？え、気持ちいいんか？気持ちよさそうじゃない？いや、お前めっちゃ素直。あれ演技していいねんで、 AV って実は、うん、いや、そうやけど、作品ですから、作品ですからしたいね。遠隔バイブやってみたいな。今度やってみます？え？え？その別に俺でとかでもいい。全然やりたくない。最悪。全然やりたくない。どんなチャンネル？何チャンネル？最悪。マジでやりたくない。あーとか俺多分なるし。へへ。いや
女優の演技シャワーはみたいな、シャワーはなるな、なるけど、あ、そうなん、よくなかったんや。うーん、まあでもちょっとよくなかったっすね。俺はめっちゃ気になりますけどね、よくないと言われてもやってみたい。うん、やってみたい。あげるよ。いやいや、金もさすがに、さすがにやな。それは綺麗に洗って渡すから。いやー、お前さすがに、お前さすがにやばそれ。ほんまに？うん、いやー、ちょっゲロ食うぐらい嫌やと思う。ほんまに電動穴兄弟になっても全然嫌やなー。さっとさすがにかな、それは。ほんまに、うん、これ全然いけるけどな。面白いな、でも電動穴兄弟、相手人間じゃないっていう、そのうん、あのロボットから生まれた兄弟みたいな、その確かに変な状態やん。SF の世界の。うん。うん。いや、ちょっと嫌か。え、使ったことないの？電動はないっすね。オナホ自体はある？めっちゃあります。めっちゃあります。うん。多分人よりあります。人よりあります。はい。ライブの差し入れとかで欲しいな。いや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 。電動オナホ。あー、電動オナホね。くれたら俺はいらん。いやー。いや、でも俺電動オナホだらけになる嫌やから、いらない。俺は自分で買う。どうなるな、でもあげたいかな、使ってくれるってなったら。いらねえ。うわー、どうなんやろ。俺がでもさ、いらねえよ。もしさ、女性アイドルがおってさ、押しててさ、まあ私たちのライブでバイブ差し入れてくれたら私たち普通に使いますよって言ったらさ、差し入れたいかな。あげるだろ。そんなの。切れてる。うん。うん。なったらみんなやっぱりあげたいんちゃう。いやいや、でもそ、欲しくない別に。そんな欲しくないから。あ、うん、ガールズの JK が。やめちくり。信長書店で。うん。絶対やめちくり。関西にしかないから。三宮とかに。買取マックスとか。ああ、うん、それも三打店ね。やめちくり。やめちくりのと、うん、ことです。いらない。いらないです。うん、とのことです。でも、壁ちゃんにパジャマあげてんのとか、それぐらいエロいけどな。いや、まあ、そうだ、確かにね。うん。えちちちち。えちちコンロ。うん。天下。ありがたいな、うん、確かにな。パジャマはもらっても着ない、俺はね。ああ、俺もそうやわ。うん、俺はシャツで寝るのが好きやから。あ、そういう意味。うん、そのパジャマ自体が着いひんっていう。パジャマも着ない。じゃあシャツくれたらシャツ着て寝る可能性もある。それは着る。なんだそれ。普通に T シャツとかもらった T シャツとか着て寝てますよ。ありがとうございました、うん、はい、うん、え、発表みんなから着てないんやっけ。うん、なんかあんまり、そうね、よくないっすね。今週の発表はみんなが E メールを送ってこなかったのでなしです。合格者なし。はい。普通のお便りとかある？まあ全然ね、何かしら読んで、うん、読むことに意義があるという、うん、オリンピック状態。そう、おもんないから読まへんって言ってたら30分ぐらいか。どんどん向こうもよな、うん、俺らが出したんダメやったんやってなるし。じゃあ発表しますか、うん、なっちゃうから。まあ別に縦さんだけですから、みんなのメールおもんないって言ってるの。僕は全然そんな思いませんけど。なんでそんなこと言うね。選んでもらってんのに。ありがとう、いつも選んでくれて。ハライチのターン超えような。超えような、うん、はい、発表のコーナー、ふう、ラジオネームカレーライスのさなぎさん、うん、今日久しぶりにベッドと壁の間の溝を見たら地獄でした。いいよ。あるね。これいいですね。うん、あるな。地獄なってんのよ。うん、地獄でしたが面白いな。うん。どっから落ちてんのかわからん系ばっかり落ちてるから。ほんまに。いや、ほんまにそうやんな。うん、どうやって落ちるん？うん。ベッドと壁の間にチンコ挟んでないやん俺。いや、ほんまにそう。な、うん、てか普通になんか寝て起きて枕元にチンゲ落ちてることとかありません？うん、なんかチンゲって変なところに落ちてるよ、うん、あれわけわからん。あとそのベッドと壁の間で言うとさ、落ちるわけないでかいもん落ちてたりするよな。うん、なんでこのサイズのもんが、うん、なんなんでしょうね。いつの間にって思うよな。ちょうど挟まってたりする、スポッて。だって全部そのどけて、その下持ち上げてずらさんと取れへんかったりするやん。うん、あれどうやって落ちてんね。落ちるとき。確かに。いや、だから徐々にな、多分こう、言ってんねやろ、うん。ちょっとずつ押しちゃってるというか。うん、ありますね、それ。うん。あとなんか、一回俺一人暮らしてるときに、一回おかんが、俺のベッドを肩して、はい、うん、なんか、ベッドの下肩してたけど汚すぎ、みたいな。で、うん、バカップルみたいな送られてきてたことがあって、うん。
どういう意味なんやろうと思ってずっと、はいはい、でもちょっと前にその自分でベッド片付けた時に気づいたんやけど、うん、あのコンドームのゴミってベッドの下落ちんねん。あ、うん、なんか知らんけど、へ、あ、これのこと言ってたんやと思って、おかんが。なるほどね、うん、なんかでもそのコンドームのゴミがベッドに下に落ちてるのを見て、おかんはバカップルって思うんやと思って、うん、その、うん、別にバカじゃないやろと思って、うん、どのカップルもエッチするからと。いやそうやねん、めっちゃ落ちてたとかじゃないですか。いやそんな、でも別にそんな何十個も落ちひんやん絶対。そんなベッドの下なんて落ちててもまあ 2,3 個とかや、うん、うん、だムカついたおかんに。なるほどね。お前なんやねんと。なんでなんでバカって言われなあかんねんと。かいらしいやん、それをバカップルって言ってんの。お前もしてたやろと思って。うん、してるから生まれてるしな。うん。バカ。お父さんもチンコでかいし。あ、そうなんすか。そうやろうな。遺伝するんや。するやろ。するやろ。多少するやろ。って思いました。うん。なるほど。はい。確かにな。捨ててる記憶ない時あるもんな。ゴムの袋な。ゴムの袋ってだって捨ててる場合じゃないから。いや、その終わった後にね。あ、終わった後、うん、そうそう。あ、開けてる当時は。開けてる時はもうその辺にポイやからね。そう。そのへえ。ですね。大急ぎやから。そうなんや。ほんまに慌てん坊のサンタクロースぐらい急いでる。へえ。そうなんや、うん。そんなことないやろ。いやでもアダルトなビデオではそのシーンがカットされてるから。そうだね。ほんまやな。そうそう。だからコンドームの袋を開けて装着するシーンなんてないから。それ入れた方がいいけどな。なんかそうですよね。だからその性教育上あんま分からんかった。今ようバラエティ番組でもさ、うん、なんか低消毒するシーン入ってたりするやん、うん、なんか YouTube とかで、そうですね、アリバイ品がもうめっちゃこれやってるとか、感染対策してますみたいなシーン入れるやん、うん、AV も入れた方がええよ。そうやな、ちゃんとつけてますよっていうね。そうそう、そういうそういうのを売りにしてる、生でしちゃうみたいなの以外は、うん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 、手順が分からへんからね。うん、最初分からへんから怖っ。どっちが表かどっちが裏か分からへんからね。あれ暗かったら未だに分からへんし。それはおかしいなぁ。あれ暗くても分かるようになったよ。見分け方、そのあれ向きってこと、付き方の。うん、それもさ、でもさ、そんだからゴムがさ、うん、ちょっと視聴者のね若い諸君のために説明すると、うんうんうん、俺もちょっと聞こう。こう輪っか状にこう強いゴムみたいなのがあって、うん、そこにこう巻きつくようにビニールが巻いてんねんな、うん、でそれを、まあ、このペットボトルやとしたら、こうペットボトルがあって、こう上からかぶせてコロコロコロってこの硬くなったゴムを下ろしていくことでこう、あ、装着できる。そう、ビニールというかゴム部分が装着されるから。あ、なるほどね。どっち向きに巻き込んでるかで表裏って分かんねんけど。そう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 、ゴムが、その輪っかの、うんうん、あれ難しくない、触って確認するの。うん、でもなんか分かるようになったな。何秒で開けて手で触るってこと、パッて。いや、もう見て見て、見て分かんの。いや違う違う違う、見て、一回マスターや、一回どっちにもどっちにもちょっと引っ張ってみる。あ、うん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 、それしたら分かる。うんうん、その巻き込んでんのか、うんうんうん、まっすぐなのかが分かるから、うん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 、あー、なるほどね。だからこのまま下ろしたら順に降りるなっていうのと、うんうん、そうそうそう、はい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 、膜が外に張ってんのか内側に張ってんのかが分かるから。あー、なるほど。それでその暗くても分かるように。うわ、そのかっこええ、それだけ練習しとこう。うん、だからそこやっぱその手間取ってたらやっぱりね、ね、せっかくのそのそこまでが台無しになってしまう。そうやねんな、それがあるから。あそこって難しいよね。難しい。うん。そこまで何のためにじわじわ盛り上がってきてんってなるからな。うん。あれほんまか、なんかいい方法考えたらほんまに世界変わる気するけどな。確かに。でもなんか袋の、開けたと、開ける前に、その袋側に表、裏、上、下とか書いてる。ああ、物にやんねんな、これ。書いてるのもあるけど。そうやね。え？書いてないのもあるよな。書いてたとて、わからん。うん、暗かったらわからんしね。まず俺書いてるのを頼りにしたことがないから。あー、なるほどな。表って書いてんのが、どの表なのか分かってないし。あー、うんうんうん、その、うん、うん。その表裏っていう表記の仕方も、どっちだ？表はでも、
その第三者が見た時の表よ。うん、外側と。そうそうそうです、ね、女性側という。そう考えると裏にも聞こえるな。裏で書いてある方を下にするってこと、うん、そういうことですね。だからまあ上下でいいです、ね、それマジでその不親切。いやー思う思う思う。つける側つけない側って書いてくれんと。ああ、表裏じゃ確かに。いやだから意味が分からへんやん。進歩万歩って書いといてくれたら一番分かりやすいように。そう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 。そう、はい、そうですよ、はいはい、思うわ。聞いてますか、相模オリジナルの皆さん。そうやぞ皆さん、岡本の皆さん。うんうん。あと何ミリって書いてないやつって何ミリなん。おお、分からん。え、それって変わるもんなんですか。分からん。ああ、その厚さで、まあまあまあ、うん、うん、多少変わると思うけど。変わるな、うん、あ、変わるんや、うん、へー。03とか02とか、うん、書いてあるやつ分かんねんけど、 0.03 から言い出すよな、薄いですよって、うん、そう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 。書いてないやつっていくつなんですか。ああ、書いてないのもあるんや。でもなんかさ、極厚っていうのを売りにしてるさ 0.1 のやつない、ドラッグストアとかでとかもあんねん。それはだからその早漏な人が長く楽しめるようにっていうので、うん、なるほど、極厚っていうのもあんねん。ってことは 0.1 がマックスか、厚くて、うん、0.03 が薄いってことは 0.05 ぐらいやなって多分思ってんねんけど、どうなんでしょうね。それがかもな、オーソドックス、うん、多分、うんうんうん、なるほどな。あとその薄けりゃ気持ちいいっていうわけでもなくない。ええ、わかん、まあまあまあ、うん、わからんな。どう、そんなに変わらんな。なんかあれって、なんか喉越し弱いというか、なんかパチモンみたいな感触する気する、薄いやつの方が。何の話してんねんお前ら、何の話してんだ俺変えるっつうのに。うん、意味ない話じゃん。お前が一番聞いとかなあかん話やのにな。そうだぞ。でもあんま聞いたことない気がする、ラジオで深く確かに深くゴムについて語り合ってる。うん、うん、ほんま聞きたいと思うし。確かに、男女問わず聞いといた方がいい。コンテンツがないからね、やっぱりみんな困っちゃうのよ、うん、最初。確かにな。そうよ、だから俺もうラジオ聞こう、今度。これ。この回。うん。37分20秒から聞こう。うん、ほんじゃ、みんな。はい。バイバイ。視聴者のみんなも、バイバイ。おやすみ。お疲れさんっす。はい。じゃあまた連絡するわ。はい。お疲れ様でした、じゃあねー。えらいな。帰っていったわ。終電で。彼は、しないといけないことがいっぱいあるんで。うん、ほんまあいつやつやな、うん、普段あいつの前では言わんけど。聞こえてんぞ。早っ。ほんま好きやわあいつのこと。普段あいつの前では言われへんから、せっかくから今言うけど。あ、バイバイ。ほんま。お疲れさんです。また連絡します。お疲れさん。おやすみなさい。おやすみ。おやすみ。はい、やっと帰った。ああ、せいせいした。すっきりしたな。はい、よかった。ほんま、なんか肩の荷が下りたというか、うん、うん、別に嫌いとかではないねんけどな。ちょっとしんどいよな。うん、まだ気まずいな。うん、ちょっとな。うん、怖いし気使うし。気使うな。うん、ちゃんと先輩やってあげなあかんのかなって思うし、うん、あれほんま後輩やりに来てるから、やっぱそこにねアジャストしな、うん、してその先輩風吹かしてあげなあかんのかなって思うしな。あれほんまどうにかせんなあかんわ。うん、ほんま。すっきゃわ。何やねん。え、てかもうメールないの？え、なになになに？もうその発表の、え、だって今日さ、何もメール読まずに1時間2人で話したやろ。そう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 。メール読む回にした方がええんちゃう今回。そっか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 。わからんけど。読んだ方がいいか。うん、はい。発表を。はい。ラジオネーム、百発七中三。おう。苦労して剥いた栗がありえないほど無味でした。あ、秋やから。うん、いいですね。うん、季節にのっとって。あれって剥くの大変な。いやだからさ、めっちゃ剥きやすいやつとめっちゃ手こずるやつがあって。あ、トゲトゲを取ったらまずあれが出てくるのか。トゲトゲはもうないよ、その売ってる時はな。殻に包まれたやつが出てくるのか。トゲトゲを取ったらさらに、うん、でそれを剥いて食べるのか。まあ、そう剥いちゃいました以外ね。はいはいはい、うん、剥いちゃいましたはもう剥けてるもんな、あれ。うん、ないけど、それなんかその切れ目みたいなのが入ってんねんけど、はいはい、それがうまいこと入ってないのとかもあるし、はい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 、
そういうので、まあ、手こずる時とかあって、確かになんか手こずるやつの方が無味な気するんだよ。なんか。栗って俺実家で出たことないわ。ええー。うん。多分育ちよ。今日買って食べる？え？一回もうん、体験しといた方がいいんちゃう？栗剥いて食べるっていうの。なんか俺のおかんってほぼ料理せんからさ。うん。実は。うん。その、まあすんねんけど、そういう手の込んだことはせんのよ。うん、うん。好きじゃないから。うん。だからそういう栗とか。栗って別に手込んでないやろ。買ってくるだけやろ。あ、まあでもなんていうの？なんていうの？丁寧な暮らしじゃない？栗食うのって。まあ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 。だトウモロコシとか、うん、栗とか、うん、なんかタケノコとか、うん、その、買ってきてないちゃんとした魚とか、そういうなんかその丁寧な食いもあんま食ったことないんだよな。うまい、栗。栗美味しいよ。え？好き。栗？うん。剥いたり剥かなかったり。食べちゃうな。終わりのラジオや。栗のメール来てめっちゃ笑ってる。よくないで、お前が笑い始めたんやからな。俺は何にも言ってなかったから。お前がエロい顔するからやろ、栗好きって言ったのに。いやいや、そんなことないって。そんな嫌いな人いませんからね。うん、大好き。ベロ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 。終わりのラジオや。とは帰って、なんか、下ネタ流れ終わったみたいな感じで出たのに。あれほんま。みんなサボらん方がええよ。嫌がる子もおるけど。あれなんで嫌がるんやろ。どういうつもりで嫌がってんの。あれわからんの。嫌がんなよ。こっち嫌がったことないやろ。いや、その、そうやね。不平等になるやろ。うん。なんでやねん。いいんかっていう。お前はいいんか、それでっていう。な。女の人が一方的に、舐める側でいいんかって。うん。思うな。うん。でも俺、それ嫌がる人って本質的にエッチ好きじゃないんかなって思って。それもそうなんちゃう？恥ずかしさが勝つんちゃう？なんか。なんで恥ずかしいんやろな。恥ずかしいって思ったことないけどな。汚いからやめてくれとも思ったことないし。なんでですか？いや、女子のあれなんやろ、それは。うん。あれ意味がわからへんな。汚きゃ汚いほどいい。もっと言うと。うん。なんかその汚いっていうのって不利やんだって。お笑いで言うなら。うんうんうん、汚いのにっていうのをみんな楽しもうと思ってやってんじゃないのっていう。うん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 。なんか。そうよ。うん。ようわからん。と思いますね。うん、はい。丁寧、何やっけメール。丛寧に洗った栗が無味でした。やっぱそのなっちゃう。洗ったなんて言ってないって。丁寧に。苦労して剥いた栗が、ありえないほど無味でしたみたいな。そうですよね。丁寧に洗ったんじゃないか。うん。知らん、洗い方は。はい。ゴミや。ゴミ会や。来週の音侍始まって。以来の。以来のゴミ会。うん。やっぱ、トアのおかげで保たれてたんや、普段。そんなこともないけど。ありがとう、トア。うん。でも、トアおったら下ネタなるよな。うん、うん、トアが知らんからな。そのトアの童貞キャラっていうのが、うん、いいリアクション取ってくれるから面白いから、うん、ついやってしまうような。うん、やってまうね。ほんまは全部知ってんのにあいつ。どうなんやろうね。ほんまは一番やりちんやのに。ほんまはどうなんやろうな。一番ってその俺ら3人で一番じゃないで。え、千葉大学で一番。ああ、でも千葉大学って上位 5% みたいな言ってたもん。言ってた。ちょっとほんまどういうこと。言ってた。あれほんまにどういうこと。矛盾してんねん。あれどういう意味なんやろ。うん、ほんまに童貞やったら千葉大学で上位 5% っていう自信は湧いてくるわけないから。うん、あいつの供述は怪しいよな。怪しい相当。それはちょっと視聴者の皆さんで検証していただきたい。それは
うん、嘘の可能性ある。インセルのふりしてるだけの可能性がある。うん、ほんまのインセルは夏美だけなんやから。夏美はだってほんまやもん。あんな嘘一つないやん、うん、どう見てもあれ演技でやれてたらやばいもん、うん、用ない。夏美も早く出したいな、うん、トワがそういうファッション童貞キャラみたいなんで、夏美みたいなほんまのエッチしてるだけの童貞、うん、エッチしたことあるだけの、ほんまあいつがエッチしたことあるなんて信じられへんよ。ほんまにどうやってエッチしたんやろな。ほんまにエッチしたんかな。なんか福祉のサービスみたいなんじゃないのかな。なんなんやろうな。インセルすぎたら市役所の地下とかに案内されて、うん、なんか野生のめっちゃエロいお姉さんみたいな人がしてくれるみたいな。うん、国がそのテロリストを作らへんために。いやなんかまあモテへんとかじゃないねんけど、うん、エッチしたことある人から出てる空気は出してないよ。全く。面白いな。でも、うん、結構さ、あんま会ってなくて長いこと。もう3ヶ月ぐらい経ったへん、前撮影して。うん、だいぶ経ったんちゃう？だから呼んでみよう。うん。前恋してるみたいに言ってたし、動画でちょっと。うわ。うわ、大学のね、進捗聞きたいな。うん、どうする？めっちゃ垢抜けてたら。それはない。どうする？クリーム色のニット着て、くるぶしまでの丈のスラックス履いて、ちょっと派手な靴下履いて現れた。いやでも髪まだ青いやろ、うん、そんなファッションしてるわけないやろ。髪青いやつが、髪青いやつはまあな、インセルか。うーん、うん。あれもなんかかっこよくはないからな。あれなんでしてんねやろな。うん。うん、てかなんでさ、そのさ、髪青くてかっこええやつなんかあんま見たことあんのか。なんでそのオタクがさ一回通んねやろな、派手髪。うん、あれなんなんやろ、分からんな。そのかっこよくなりたいオタクがさ、うん、結構通るやん、赤とか、うん、まあ、金はちょっと違うけど青とか、うん、派手髪。でもあれってさ、そのもともとそんなにイケてなかった人がやってみたいって言ってやってる以外でなってる人見たことなくない？うん。なんかその、生まれつきイケてるやつは絶対せえへん選択というか。うん。まああと芸人とかがやるとか、うんうんうん、な、兼近とかな。そうね、お笑いの人とかタレントとか、うん、アイドルとか。目立ちたい以外で。目立ちたいんかな。わからん。夏美はどうなりたいかわからへん。かっこええわけないもんな。赤や青が。髪赤い青やったら変やもん。うん、どうしたって思う。うん、まあ、まあ男子、特に男子かな、女子は結構、いや女の子はなんかそのインナーカラーみたいなの入れたりするやん、うん、文化がね、俺ら男より流通してるから。ああいうのは可愛いよ。うん、うん、でも女の子の真っ赤も好きじゃないな。うん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 、青系はまだなんか許せるけど、真っ赤はマジで、ね、どういう意味。いやあれほんまに、うん、心にインセルおらんとやらへんと思う、多分、うん、なりますね、うん、だから炎上したらどうしよう。実は炎上するかも、こういうのが一番。そうなのかな。まあいいか、まあ俺らの好みの話だからな、うん、うん、いいんちゃう、別にそれ言う分には。うん、そうやな。うん、なんかほんまにその俺がずっと言ってる、うん、ファッションもともとダサくてめっちゃ疎いやつが、ちょっとおしゃれしてみようと思って、めっちゃ派手な変な柄のシャツ着るのと同じわ。うん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 。そうね。派手シャツ理論って言うんやけど、これ。うんうんうん。ほんまに陰キャの男の子が最初に服買うっていう時に、つい、垢抜けたって思ってもらうために派手なシャツを着がちなんやけど、うんうん、垢抜けてる男は派手なシャツ着てないから。そうやな。その、うん、想像してみてほしいんやけど。うん、あの人おしゃれやなっていう人は、うん、赤色のめっちゃ派手なシャツとか、うん、あんま着てない、やっぱ、うん、落ち着いてる感じよね、うん、バイオリン柄のシャツとか着いひんのに、うん、なんかバイオリン柄のシャツとか着てしまうのよね、うん、これ、うん、なんなんやろな。
見せればええだけやのに、うん、もうある正解に、うん、独自のルートを通りたいのか。まあ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 いいんじゃないですか、そういうのも。あれあれ、うん、校庭に回った、うん、これはほんまキモいと思いますね。はい、そうですね、赤髪ですって終わった夏美の、あの男子チアのプレゼンもしてほしいし。ああそれええな、男子チアリーディング部の魅力。今日壁ちゃんがね大学お笑いを紹介する動画、はい、収録しましたから、はい、いや聞きたいな聞きたい、マジでうまいこといかんと思うけど撮影が、うん、ほんまにプレゼンが最初から最後まで行くみたいな動画には多分ならんねんけど、プレゼンが壊れていく様をお届けしたい、またうんてかそれも変でさ、うん、夏美が男子チアをしてる時にさ、うん、その上に乗ってるのが夏美で青髪なんやったらええねんけど、うん、あいつってめっちゃ下の土台やん。そうやで、やのにめっちゃ青髪、まあ、まだ下っ端やからな。え、だからなんか体型とかそういう体格の問題でじゃないの。いやー、でもまだああいうのが難しいからっていうのもあるんちゃうの。あー、そうなんや、わからん。え、ずっと土台なんかな。うん、なんだって野球のさ、一回ピッチャーやったらずっとピッチャーやしさ、一回キャッチャーやったらそっか、じゃあずっと土台なんかな。だって並行してあの飛ぶやつを夏美が練習してるの見えへんやん。うん、そんな映像はあいつのツイッターから回ってこうへんやん。いや、でもなんかそのアクロバティックなことに挑戦してはいそうじゃないどうやら確かに怪我したりしてるから、うん、ずっと下折って怪我したらへんか。まあまあまあ下に折っても怪我するのは怪我するやろうけど、どういう仕組みなんやろな、あれって。男子チアにまあ夏美は入ってるんですけど、うん、なんていう桜っけ、首都大学東京、いや知らんよなんとかかんとか、うん、なんかな、そのでもあいつはさ新刊ではさめっちゃ飛んでたやん、うん、あれ俺作戦やと思うね。いやそうやで、新刊でめっちゃ飛ばして、うん、へ気持ちいいやりたいって刺して、うん、入ったらもう一回も飛ばれへんっていう。そうやと思うよ、そらそういうもんや、うん、うん、だってさ入ってさもう体重軽いやつが絶対飛ぶやん。まあそうやな、だ入った時点で飛んでなかったらもう多分ずっと飛ばへん。うーん、そうなんかないやそんなに聞いてみたいな、ほんまにどう思ってんのかっていう、うん、ずっと飛ばへんのに青髪な自分のことを、うん、いやまあ別にいいけど、うん、土台に派手な髪のやつがいても、うん、見たらわかるし、あ夏美ここにおるなって飛んでなくてもわかるし。てかねんけど、そのなんでチアに入ったんかがわからんから、うん、失礼やったらやけど、あいつがもともとチアに興味あったとは思えへんやん、うん、でさあいつ4年も浪人してさ、うん、大学入ってさ大事なサークル選びってなってさ、うん、でいろんなサークル進化に行ってさ、うん、めっちゃ飛ばされてさ、うん、気持ちようなってさ、うん、全然好きでもなかったさ、うん、男子チア初めてさ、うん、毎日練習遅刻してさ、うん、青髪で土台やってるって思ったらさ、うん、めちゃくちゃ青じゃないいやいや変よえ、検査とかってしてんのかな。いやでも部活やからしてないかな。何、あ思い出した、なんとかソンズや、マクソンズみたいな。あーそんな感じそんな感じ。練習めっちゃきついから検査できんねてか女性いんのかな。いや女性のチアは多分別であるんじゃん、分からん。やんな、あ、でもまあ交流とかはありそうやな、なんか別学みたいな感じで、男子チアと女子チアでまあ一緒に練習場とか練習したりとか、飲み会したりとか、飲み会したりとかしそうじゃない。でもあいつがツイッターで飲み会の話してるのも聞いたことないしな、ちょ心配やな彼に出会いはあるんでしょうか。あんなにモテたいだけやのに、あいつって。うん、だってあいつってモテたいだけやったやん。うん、いろいろ検証した結果、うん、いやの男子チアでもったいないって青髪のマネージャーいるとこ入りね。いやそう、マネージャーいるゆるいサークルにさ、まあマネージャーっていうかさ、うん、男女両方いるさ、うん、ゆるめのサークルに 2,3 個入れ。いや別にその何してんねん。いやわかるよ、いやわかるよ、いやでも今は今はチアに真剣なんですって言うと思うね、今の夏美は。うん、言うと思う。お前そうじゃない、そうじゃないほんまは
女の子に出会いたいはずや。だってほんまに男子チアに興味あったら今もうだってやったらやってんもんもっと今メモ帳がもう男子チアの話ばっかりになってるから。そうや、あ、それ検証しよう検証しよう。そんまやほんまや、こうやって飛んだらこうなるとかで、うん、今メモ帳が埋め尽くされてたらあいつは、いや、そうよ、絶対違うもんな。うん、土台と飛ぶ人の間の狭く細い道を僕は歩んでいかなければいけないみたいな書いてんやったらいいよ。あいつ息も下手すぎやろ。うん、飛んできた人の足をうまく掴まなければいけないとか書いてんやったらいいけど。そうやな、飛びたいもっと高くとか書いてんやったらいいですけど書いてないな。うん、多分ずっとモテたいっていうこと書いてるんちゃうかな。それめっちゃおもろいやん。うん、もったいないよ、あんなモテたかったのに。うん、何よ、せっかく大学に入っていっぱい女の子がいるのに。いや、もちろん別にただ男子、大学東京なんて女の子いっぱいいるでしょ。ただ男子チアがしたいっていう人を否定はせんねん俺は。うん、普通に高校卒業して、うん、いや、普通に大学入って男子チアをやってる。まあ彼もまあやりたいはやりたいやろうけど、男子チアはね、どっちが大事なん。いや、そう、お前のこれまで培ってきたもメモは何やって、チアと恋愛どっちが大事なん。いや、どうなんや、その辺聞きたいな。うん、まずだから大学生活で恋愛できてんのかを聞いて、うん、その後プレゼンしてもらおう、うん、男子チアを、うん、日本撮りやだから、うん、来てもらおう壁ハウスに。うん、ちょっと今から連絡しよう後で。そうよ、おかしいから。おかしいって、うん、もっと悶々としてるはずやって。そうやな、毎日運動して、うん、みんもう一糸乱れぬダンスみたいなしてんねんから、うん、全員でな。いや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 、めっちゃいじられてるし、ほんで同期に、うん、夏美の動きやばすぎあ、でもあれ女の子が書いてんのか。確かに TikTok とかね。あー、でもあれあれ、じゃあ女の子おるか、一緒にやってんのかな。え、チアにマネージャーみたいな俺もしかしてっていう可能性もありますね。おい、どういうことやねん、チアは応援する側やろおい囲碁将棋や、おかしいやろ。チアリーディング部に切れてる、うん、おい、許せへんな、チアのチアがいるだろそうなってきたらてか夏美なんでチアの大会があるんだおい、ふみたや、囲碁将棋のボケの、ボケというかツッコミというか、許せないことが3つあってね3位が何やっけ、何やっけな、ほんま、犯罪、うん、犯罪な、わからんけど、うん、そう、2位が戦争、うん、1位がチアリーディング部なんだよおかしいだろ。てかさ、そのチアリーディング部のチアがいるもそうやけどさ、ほんまに、うん、夏美には応援されたくないよ夏美は応援される側やろみんなが夏美を応援してんねんから、うん、おかしいやろ。余裕あるやつにしてほしい、うん、チアリーディング部は、うん、これまで人生うまくいってきた、うん、かわいい女の子とか、うん、なんか運動神経のあるシュッとした男の子とか、うん、あんな松屋で松屋で紅生姜を牛丼に乗せることもできんようなインセルの青髪の男には応援してほしくない。お前が頑張れよって。いや、そう、人のこと応援しとる場合かって、うん、思うから。なるよな、説得しよう。うん、てか見たいわ、夏美がおーえみたいな言いながら踊ってるとこいいえ、見たい見たい。どんなんのやろ大会とかないんかな、ほんまに。あるやろな。でも練習風景はな、結構なツイッターで見させていただいてますから、密着しようや、夏美のチアリーディングえ、いいんかな。いや、許してくれそうじゃない。サークルからしても宣伝になるやろし、その新刊誌とか。そうそう、マクソンズ、うん、あー、マクソンズ密着するあ、それいいな。だからそうやらしてくれんやったらしたいな。今言うてた夏美のチアプレゼンが終わった後、うん、密着撮影して、うわ、めっちゃいいやん。飲み会で、うん、滑ってる夏美とかを最後映して動画の最後の方あんなに頑張って練習したのに、うん、なんか飲み会とかではうわってなってる夏美で、ファイヤーマリオみたいなゲロ吐いてファイヤーマミリオを出す玉みたいなゲロをジョッキに吐いて、来週オーディションでね、うん、でフラフラで自転車
撮りに行って帰っていく夏海を撮って、うん、ええー、な、もういいですね、楽しみ、密着してみたいな、しかも一番年上やしな夏海が、うん、四郎してたら全員より年上ないもん、うん、変なのああチアリーディング部のみんなにもな夏海の話聞きたいよな、うん、聞きたいインタビューしようや正直どう思ってますか、うん、だって絶対夏海の空気なってないと、いやあいつってそのどこの場に行っても主人公やから、うん、あいつをその程よく触れることはもうできひんもう、うん、全部あいつを突っ込むかもう無視するかどっちかしかないねんから、そうだからね本メンバーにはできひんのよ、うん、来週もそう、うん、どんな企画やっても夏海の企画になっちゃうから、うん、全部の動画が、うん、だもしかしたらその今まで天然キャラでやってきた子とかがめっちゃムカついてたりするかもしれない、うん、あいつが入ってきたせいでこれまで俺は人気者だったのに、ああ夏海と男子チアリーディング部やめるってよあめっちゃおもろいな密着してみんなから疎まれてるっていう話で始まって夏海一切出てこへん夏海の周囲の夏海が入ったことによるその変化だけを取るっていう弊害だけが映し出されて、そうそうそう青春群像劇を誰が見んねん撮ろうかなはい、ということで、あれまた結局メール読まれへんか、えもう1時間1分、俺も終電あるからちょっと待って調べようか、一応見てみてメール12時18分やで今、帰れんのかまあまあまあ、でももう1時間喋っちゃったんでね、一応一通だけちょっと読みたかったらいいのあったら、え何のジャンルがいい、え何やろな、母校とかやりだしたらキリないから、うん、普通おた、ああ、普通おたな、普通おたちょっと見てみようか、うん、ラジオネーム犬さん、はい、ワンワンわわわんねどうすればいいんだろうとのことですえあ、どうすればいいんだろうは人語で書いてあった、人語で書いてあった、あ、まあそれどうしたらいいか、わんわんわわわんねどうすればいいんだろうお前ほんまにどうにかした方がええぞお前の人生やばいぞこんなん送ってきてる場合か、コーナーにメールを送る、ぶっ壊れてもうてんちゃうかコーナーメールを送るだけならまだしも、うん、犬のふりして、うん、ワンワンっていうメールを送り出したらもう、うん、やばいから、もうだって人語が漏れてもうてんもんねワンワン、犬すらやりきれんから、ワンワンねどうすればいいんだろうおもろいな、うん、いいな、そういうの、そういうの欲しいわ、自由やわ、自由やな、うん、自由にふざけてくれていいですからね、こんなもん、これ素晴らしいな、うん、アホみたいやな。なんかど真ん中のお笑いからちょっとずれてるっていう。そうやな。ワンワンまではなんかその、うんうん、はいはいみたいな感じ。犬のふりしたお笑いや、うんうん、最後哀愁で終わるっていう。どうすればいいんだろう。わわワンねー。面白いしてない。ごねーみたいに。面白いな。誰やねんこいつ。マジで誰が送ってんねんこのメール。犬さんが、ラジオネーム犬さんが、ね、ラジオネーム犬、何の自己主張もない、うん、素晴らしいね、ふざけてるだけ、うん、レインマンズ博士みたいなメールやないや知らんけどレインマンズ博士くんが全身チンコ太郎やった時どんなメール送ったかあんま知らんけどなんかこんなんやった気するあんまりめっちゃふざけてた気する、全身チンコ太郎で調べたらでもエロリズム論とか出てくるで多分。ああへえ、いろんなメール送ってるんや、うん、バカリズムのラジオやっけエロリズム論って。あ、そう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 、面白いな、全身チンコ太郎ね、ちょっとすいません、あの発表があります、え、ベテランチ終電なくなりました、あら飯食いに行こうや、ああええな、俺食ってないからまだ、ええな、飯食ってうん、ちょっとサッカーして壁ちゃんち、あーめっちゃいいやん、でタクシー乗って帰るわ、最高やん、うん、
サッカーっていうのをその視聴者の人のために説明するとあのサッカーゲームのことです。FIFA ね。FIFA のことです。うん。はい。はい。というわけで。以上です。以上です。ありがとうございました。